最近困ってることありますか？聞いてもらって、この中で、太陽のカードと運命の輪っていうカードを出していただいたらシャンプーがプレゼントになります。はい、では1個ビビッとくるカードを選んでもらっていいでしょうか。ビビッとくるシャンプープレゼントです。でこれ中を見ないで点を切ってください。横にこうやると点切れます。はい、このカード、くじですね。太陽と運命の輪が出たらシャンプーが当たります。運ですね。少し、ね、流れが悪くなってるんですね。お水の流れが悪くなってる。浄化のカードですね。逆位置で、最高の逆位置なので、生活リズムを直すとすごくたくさん飲むとか、水関係の状況です。そうすると、それでサイクルを変えていくと、モヤモヤがなくなると思いますね。今は大勢の生活、エオの大鹿を表すんですけど、たくさんの群れの中で、仲間の中でのサイクルがちょっと悪いようなので、一人でじっくりやってた。っていう感じなんで、タロットカードさんも少し、よくわからないよって言ってるような感じです。ちょっとかなり難しいような結果になっちゃったんですけど、だからちょっとしっくりこない感じの運勢が出てますね。だからちょっとサイクルを、全体仕事もプライベートも、いいサイクルにやっていった方がいいので、こうやって毎日の生活のバランスを整えていくと、大切なので、お風呂をゆっくり浸かるとお水を飲むことがすごく大事だと思いますね。はい、3分ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。